よし、じゃあ続きやっていきましょう。この奥何があるのかな？なんか神社っぽい感じだけど、高いところにあるね。あ、雲海橋だ。よっす。ペローン、見つけていただきありがとうございます。どういたしまして。ここにもあるんだ。結構近距離だね、駅から。なるほど。じゃあワープしません。ありがとうございます。こんにちは。この祠には、なぎさき村の守り神様が祀られとるんじゃ。漁師たちが毎日、無事に漁を終えて帰ってこられるのも神様のおかげじゃ。あ、そうなんだ。じゃあお祈りしとこうぜ。何かの気配を感じる。妖怪かな？妖怪ウォッチでも反応してないけどね。なんだろう。これも後々来ることになるのかな？なんか特別なアイテムを持ってくると、なんかイベントが起こるみたいな。そんな気もするな。ちょっと先行きましょうか。魚釣りもしたいんだけどな。堤防のところって言ってたよね。黄色いクーラーボックス。奥の方かな？左下の奥の方とか堤防っぽいから、こっち側になんかありそうだけど。ちょっと先の方行ってみようか。こっち側じゃなくてこっち側から。C ランか。C ランクぐらいだったら今ね、妖怪ウォッチパワーアップさせられそうな気もするけど。こっち側行ってみます。あ、これが黄色いクーラーボックスって。で、あ、餌をまくってあるね。これカサゴっぽい。ちょっとこれじゃあやってみようか。タッチペン出します。よいしょ。あ、ちょっと難しくなってる。反応がすげえことになってるんだけど。なるほどね。だんだん難しくなってくるわけか。ちょっと巻き加減がわかんないもんね。伝説の魚とかはすごい難しいんだろうな。最後の巻き取るあれを。よし、これめっちゃ巻き上げないとダメみたいな。すぐ逃げられちゃうみたいなのもあるんだろうね。オッケー。あと、カサゴゲット。一発でゲットじゃん。いいね。これは？これもカサゴっぽいけど。オッケーオッケー。ゴンゴン釣っていこうぜ。よし、来た。スルメイカ。これで全部だね。オッケー。あとはカサゴっぽいね。よし、これでいいんじゃないか。余裕じゃないですか。おい、釣ってきましたよ。やるじゃないか、ボーズ。よく釣ってこれたな。よっす。よし、海の男の約束だ。船釣りに連れてってやるぜ。わーい、準備ができたら声をかけな。もう全然できてます。俺は漁師になるぜ。日本一の漁師になったる。船釣りに挑戦バッチリ解決。イェイイェイ。ウィッスー。さあ、どうでしょう。いい経験したよ、俺。日焼けもしたし、いい感じ、いい感じ。よし、ガンガンレベル上がってるね。アジの干物、ブリの切り身、新鮮なように。うわ、いいね、取れたて新鮮だわな。さあ、ボーナスチャンス。あ、またこれだ。成功するかな、今度こそ。あ、お、これはまさかの、大当たりきた、やった大どんでん返し。いつもね、いつかは雨やみ、そこに虹はできるんだよ。うん、よかったよかった。苦い漢方いいね。いいじゃない。じゃあちょっと連れてってください。おう、坊主か。船釣りに行くか。行きます行きます。お、ちゃんと出れるんだ。すごいね。多分ここでしか手に入らない魚とかも結構いるんだろうね。うわー、あっさりついちゃったもうちょっとさ、なんか船旅を楽しみたかったけど。ここで釣りができるようになるってこと？おじいちゃん、あ、そろそろ帰るか。いや、来たばっかじゃないですか。何言ってるんですか帰らせたいんですか。え、ここで調べればいいのかな。お、いるの？あ、いるね、なんか。なんだろ、これ。フグっぽい。わ、この、いいね、海のど真ん中で釣るなんて。いい経験。あ、難しい、今回、めっちゃ。やばい。めっちゃ触れるじゃん。やばい、やばい。なるほどね。難易度がめっちゃ高くなってる。怖い、怖い、怖い、怖い。いやー！繊細な仕事だな、これ。集中力いるわ。これなら虫取りの方が楽かもしれない！うわー！疲れる。何これ？あ、タイじゃん！やったぜ！あ、あそこにも船がいるよ。この船釣れないのかな？ダメか。他にいる？あ、いるね。これなんだろう。あれ？消えた。いたいた。またタイかな？タイはかなり高く売れるでしょ、これ。1500円くらいで売れるんじゃないの？どうだろう。タイだからね。釣れたて新鮮だったらかなり高く売れると思うけど。いや、ボロ儲けじゃん、ここでお金稼ぎ。おら！慣れちゃえば、難しくても余裕。あ、まずい。巻き上げてんのに全然増えない。おら！オッケー。おー、トビウオだ、すげえ。トビウオって網漁じゃないの？普通にさ、釣り竿で釣れるんだね。もういなくない？あ、いた。全然見えねえわ。なんだろ、これ。サメっぽい。いやー、すごいね。しかし、釣りの才能ありすぎだろ、アブくん。こんな海で、めっちゃ揺れるんだけど、やべ。怖いわ、これ。早く巻き上げタイムになって。すっげえ集中力いる、これ。怖い、怖い、怖い。疲れるわ。戦闘より疲れるかもしれない、これ。ああ、目が離せない。よし、ああ、やばいやばい、くー、腕が死ぬ。DS が壊れる。傷だらけになっちゃう。お、ブリだ。やった、ブリ大根にしようぜ。あ、疲れた。もう何もいない。これきっついわ。なるほど、ありがとう、おじちゃん。帰る帰る。楽しい。そっ
そっか、じゃあ大物釣りに来たくなったらここの漁師さんに頼めばいいんだね。ただで船出してくれるしね燃料代とか大丈夫なんですかね。じゃあそろそろ人魚行こうか。渚町いい町だね。あ、落ちちゃった。多分ね、あの右上の方に祠みたいなのがあったんだけど、なんかね、妖怪ウォッチがないと入れないみたいなマークついてたよね。もしかしたら ランク上げないと先進めないパターンかもしれない。またちょっととりあえず行ってみようか。ここから降りんのかな、こっち側。あ、釣れてますか。どうですか。小島商店の西側にある路地の奥には裏の作業場って呼ばれる場所がある。小島商店、ワカメや昆布やメカブが欲しいならそこへ行ってみるといいんじゃないか。あー、そこの C ランクの扉があったところか。じゃあここも C ランクっぽいね。ウォッチロックと呼ばれる強力な容器で封印されています。ウォッチランクがウォッチロックのランクより低いと開けることはできません。ランクの高いウォッチラックの先には強い妖怪たちが待ち構えています。じゃあ今はダメってことね。やっぱ鍛えてこなきゃいけないんだ。じゃあまたクエストをこなしてウォッチランクを上げると。わかりました。じゃちょっと桜ニュータウン戻りましょうか。よいしょ、こんにちは、お久しぶりです。ランク上げてください。いらっしゃい、そろそろ来る頃だと思ったったぞ。もっと強い妖怪と友達になりたいんだろう。そうなんです、一気に A ランクまでお願いします。おう、わしに任せておけと言いたいところなんだがな。なんすか、またですか。ちょっと話を聞いてくれんのかな。ちょっと短い話なら聞きますよ。何、あ、 C ランクへの挑戦だって。レベル14、余裕ですね。じゃお願いします。何か問題でもあるの。あ、わかりました。またすごい漢方がないんでしょう。もう世話が焼けますね、このおじいちゃんは。こら、わしを年寄り扱いするな。もう今何歳なんだろうね。200歳ぐらいなんじゃないのこの人。体調はバッチリだぞ。この前は年のせいで調子が悪いって言ってたのにまあそこら辺はね、自分で言うのはいいけど他人に言われるのは嫌っていう、そういうお年頃なんでしょうきっと。いやな、お前さんの力を試したいんだよ。試す、何それ、どういうこと。強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるのか確かめないのさ。あー、じゃあ強い妖怪を倒してこいみたいな。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ試験みたいなもんだ。確かにその通りですね。でも何をすればよろしいのでしょう。そう構えなさんな、今から言う妖怪を倒してくるってだけさ。余裕じゃん、そんなの。倒してほしい妖怪は竹林のオンボロ屋敷にいる3匹。オンボロ屋敷か、そういえば2になってから1回も行ってないね。1匹目はカブトさん、あ、鎧さんの 上バージョンね。2匹目は笑えねえ、初めて会うかも。そして最後におにぎり侍、あ、これなんかあのムービーで出てきたね。今のはお前さんたちが、力試しするにはちょうどいい相手だろうよ。なめてるね、もう一発でコテンパにしてやろうぜ。そいつらを全部倒してきたらすぐに妖怪ウォッチを強化してやろう。あった、ありがとう。そうそう、その3匹だがな、そこいらにいる妖怪とはちょっと違う。お、同じ妖怪に見えても他とは違ってなかなか手強いやつらでな。あ、じゃあ普通にエンカウントするんじゃなくてシンボルエンカウントになるってことか。どっしりと構えてるはずだから見ればすぐにわかると思うぞ。わかりました。なるほど、油断はなりませんが、阿部くんなら大丈夫。そう、私とね、友達妖怪なら大丈夫です。さあ、その3匹の妖怪を早く倒しに行きましょう。ウィッスー。その3匹の妖怪はとばっちりだよね、完全に平穏無事に暮らしてるのにいきなり倒されるかわいそすぎだろ何の恨みがあるんだって感じだよね。じゃあさ、上の方行こうか。あ、え、なんかすっげえ銭湯でかくなってんじゃん。桜の湯だって。めっちゃ妖怪ウォッチ反応してるし。どこら辺だ。入り口付近、ここら辺か。ここら辺にいるね。ん、これか。あ、これあれじゃん、ひもじん時と同じやつ。なんでこんなところに反映してないのかね、あんまり。謎の盾札来たね。これ妖怪連れてこなきゃいけないんだよね、めんどくさいんだよね。なんでしょう。お、この妖怪誰だ。綺麗好きな将軍、除菌スプレーを手放さないお清め。じゃあ綺麗好きな将軍、あ、一番最初に仲間になったあの侍の進化系とかじゃない。でも名前わかんないよ。これちょっと後にしとこうか、キャンセルで。なるほど、あれの進化系。じゃああれ進化させて持ってくればいいってことか。じゃあこれ後になりそうだね。うわ、めっちゃ広くなってんじゃん。こんにちは。お風呂上がりにこの1本冷たい牛乳買います。バンダイのお姉さん出世したね、そんなに売れてんだ。あ、じゃあ絶品牛乳買っとこうぜ。絶品牛乳は1日1個しか買えないからね、寄ったら買わないと。じゃあこれも5個ぐらい買っとこうかな。お金なくなっちゃうよ、牛乳まみれになっちゃうんだけど。ずっと持ってたらチーズになっちゃう。大丈夫、 OK、 ありがとうございました。ちょっとお風呂場とか今回入れるのかな。2になってパワーアップして入れるとかそういうことはない。アブ、あーぶくんが脱いでる演出上水着を着用しておりますだって素晴らしいね、裸にしちゃうといろいろ怒られちゃうからね。うん、アブはお風呂に入ったのか。あ、
今日サウナに挑戦しようと思っているんだ。あ、そうなんだね。面白いわ。ちゃんと演出上で注意書きが入るんだね。あ、トイレも入れんの。トイレできるのかな。時計は外さないんだね。ジバニャ見ないでよ。だからトイレシーンぐらいはさね、一人にさせてお風呂、あ、でも入れるね。入ります。よいしょ。わ、すごい、結構綺麗なお風呂。あ、めっちゃ、わ、すげえ、入れるわ。おじいちゃんこんにちは。見て見て、俺水面を走ってるんだ。はぁ、一日中入っておりたいな。大変、のぼせちゃうよ。あとね、お風呂入ってる時はね、そのタオルどけてね。まあ、演出上だから仕方ないんだろう。あ、歌声優だ、すげえ。いいなこれ、背中でジェットバス。あ、気持ちいい。ジバニャン軽く完全に溺れてるけど大丈夫。風に水面に浸かってるけど大丈夫だから、ジバニャン。水苦手とか言っときながら。あ、うほ、いい男。湯船に入る前に体をきれいにするのは銭湯の基本的なエチケットだぜ。エチケットっていうか、まあ当然だよね。うん、へえ、なるほど。こんにちは。毎日部活の帰りに一風呂浴びて帰るんだ。そうなんだ、リッチだね。なんだろう、学校のシャワーとかないのかね。なるほど。じゃこれぜひとも女子トイレじゃなくて、女風呂にも入らないとね。うん、阿部くん、なんすか、気持ちはわかりますが、小学校5年生ならいいでしょう。全然セーフな域でしょ、小学校5年生だったら。ギリアウトかな、小学校5年生は。どうだろう、3年ぐらいなら余裕だけど、5年は際どいかもしれないね。ダメか。こんにちは、おばあちゃん。くじ引きしに来たよ。おやおや、よく来たね。駄菓子を買うかい、それともくじ引き。くじ引きでお願いします。今たくさんあるからさ、景品見てみようか。結構なくなってんじゃない、商品。あ、3位とかなくなっちゃってるね。どうなんだよこれ、取っといた方がいいのかな。次のさ、やつまで取っといて、ってさ、今持ってるアイテムばっかだもんね。だからさ、次のアイテムまで待つっていうのも手かもしれない。切り替え、うん。じゃあ次の1位も同じ商品かわからないけど、次のやつまで待ってみようか。今4枚あるんでしょ。うん、だって50枚あったらさ、全部当てられるってことだもんね。じゃあ貯めときましょうか。さあ、これ D ランクなんだ。じゃあいけるね。ワーチ、余裕だぜ。お、ここ、あ、なんか落ちてるよ。タケノコかな。あ、スタミナムだ。やったぜ。ちょっとここら辺も変わってんのかな。これは開かないと。こっちが入れるようになってる。鍵がかかってる。ダメだね。大きな鍵穴と小さな鍵穴がある。ってことは2つ鍵が最低でも必要と。なんだろう、前回は S ランクの扉だったけどね、今回は普通に手動の鍵なんだ。で、ちょっとここら辺探索していこうか。お、こいつか、すっげえ顔してんだけど。こんにちは。うわー、気分やい、笑えねえ。だってほんと顔は笑えねえわ。うひひひひ、君勝負するの。うわ、勝負したくねえな。目の部分に耳があって、これ頭の部分なんだろう、これ、これが顔なのかな。そう、全く笑えないわ。壁に耳あり、障子に目ありみたいな。笑え兄さん強そうだな。戦ってきます。ちょっと G 技やってみるか。 G 技、あ、これもし仲間にできるとかある。ハンバーガーが大好き。アイテム使ってみようか。ハンバーガーを、あ、相手に使えないってことは仲間にならないよね。強いな。待って、ジバニャ、待って、 G 技にしちゃおうか。G 技、 G にするのが難しいな。よし、これで、あ、先につついちゃう。気づくとなんかいいことがあるんだよね。おはらい、あー、おはらされちゃった。そう、じゃあ G 技で、ジバニャ行くぜ。アイン G を打ってやろう。敵がすげえ強くなってきてるからな、そろそろレベル上げしないとまずいね。いけ、ジバニャン、ニャイーン、ガッツ、ニャイーン。いいぞ、敵のいい効果も打ち消して。あ、あとちょっと、やっぱ硬いな、敵。いけ、取り付いて、いいぞいいぞ。でねーん、モテモテになって狙われるやつか。最悪じゃねえかよ、お前。なんてことしてくれたんだ、アビーフさん。やめてくれよ。あ、でも、自分にもやってるのか。取り付けはあんま強くないな、アビーフさんはね。攻撃はめっちゃ強いけど。よし、勝利です。あざーす。いいじゃない。ゲージ全然もらえないね。で、これで1匹目と、あと2匹だ。お、いた、おむすびマン。あっす、何してんの。戦車と力比べでござるか。面白い、かかってくるでござる。いいね、焼きおにぎりにしてやろうぜ、ウィスパー。行くぜ。ジバニャの炎技で倒してしまいましょう。また G 技使うかな。ちょっとね、機械のメンバーも使いたいからね。この3人でやってみようか。うわ、強っ。じゃあもう技使います。 G 技で一気に攻めてやろうぜ。みんなの妖力を力に、オラに元気を分けてくれなかったわ。強え、こいつ。待って、続けるか。じゃあ続いて、あれ、つけない、こっか、お前ここが弱点か。よし、行こう。お金重要へ。で、切り替えて、これで狙うと。ほっ、
いいぞ、お金すっげえ手に入ってるんだけど。じゃあちょっと漢方で、あ、もう苦いのしかないのか、使うのもったいないけど、待って、あるか、まずい方、まずい方で、こっちで、相性の問題だったのかな、今のは。きついな。で、取り付いて、いいぞ、あ、取り付けないか。これ G に切り替えるのが難しいね、慣れてないからまだ。いや、アビムさんがめっちゃ強いわ、めっちゃ揚力強いね。 OK。 で、続いてもう一回続ける。あ、続けないんだ、2回は続けないんだね。なるほどなるほど。じゃあ普通に戦っていこうぜ。普通に汗ダクダク、めっちゃ呪われてんだけど大丈夫。あ、強いな、フミヤさん大丈夫かな。いけ、お、モテモテハートを飛ばして男にやってどうすんだよお前。お払い、あ、お払いされちゃったか。いけ、あー、ちょっと、いいぞ、アビブさん強い、さすがアビブさん勝利です。いやー、ここら辺の敵強いな。ちょ、防御力上げないときついわな。で、お、唯一アップいいぞ。あ、いなくなった。じゃあ、あと1匹だね。どこにいるんだろう。あ、いた、カブトさん。あれ、出れない。ここから出れないとなると、あれ、ここから出れない。あ、出れるか、オッケーオッケー。よし、カブトさん、頭が蒸れてイライラしろわい。うさばらしじゃ、恥をかせ、脱げばいいじゃん完全に八つ当たりなんだけど。そんなの小学生相手に一分ばらししないでくださいよ。戦っていきます。じゃあジバニャン決めちゃおうぜ。回せ回せジバニャン、天竜の術。あ、全然強くない、相性がいいのかな。いけ、あ、めっちゃ素早さ早いじゃん相手。いけ、ニャインガッツ、ニャイン、いいぞ。ミュウちゃん回復して、ビスニアンのこと。ちょっと戻しちゃうか、じゃあ。不思議、召喚。いけ、そろそろ倒せる。マジ、まだ半分なんだ。こいつ強えぞ。ガンガン攻めていくから、ね、高木さんも出して、高木さんの技出すか。でも高木さんって防御力上げるだけなのか、確か。攻撃上げられないのね。きついな。G 技あんま使わない方がいいのかな。強いことは強いけど、全3人分なくなっちゃったらきついよね。いけだっていけ。お金、お金、お金どころがいいな。これ、つつく場所によって変わってくるのか。あれ、つけない。ここか、ここがいい。失敗、マジかよ。もう一回、あ、一回やるとダメなの、それともお払い解除されたからかな。マジか、お、強い。ガードされてても妖術だったらダメージ量減らないのかな。火炎の術、いや、燃やし尽くしてしまう。嵐の術、吹き飛ばしてしまう。電流の術、引かぬわ。アビブさん勝てえな。いけ、取り付いて、あ、ダメか。よし、倒したかな。硬い、強いぞ、やっぱり。ちょっとレベル上げしとかなきゃダメだな、これは。お、来たぞ。あー、一足遅かった。まあ仕方ないな。よし、これで3匹倒しました。あざーす。さあ、どうでしょう。なんか変わるかな。あ、これで死刑の妖怪には全部勝ちました。調子堂の天使のところに戻りましょう。あーす。うっす、持ってきましたよ。おう、全部倒してきたな。試験は合格、これなら大丈夫だ。うっす、あとは任せな。お前の妖怪ウォッチを強化してやろう。お願いします。やったね、ありがとう。さあ、一仕事やるか。ちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。お願いします。ゼロ式の方もパワーアップしてくんねえかな。お、この時計だからね、すぐに作ってくれるんだろうな、この人のことだから。ジェバンニもびっくり。ジバニャもよく寝るね。お、できた。あざっす、いつもありがとうございます、サラダで。よーし、これで C ランクが見れるわけだね。 C ランクになった、やったぜ、イエーイ。じゃあやりましたね、アブくん。これでもっと多くの妖怪と友達になりますよ。そうだね、楽しみだね。よし、これで人魚にも会えると。 C ランクへの挑戦バッチリ解決、イエイエイ、ウィッスー、ウィッスー、やったぜ。さあ、ボーナスチャンスはどうでしょう。新ムービー見たいね。大当たり来ないかな、大当たり。確実にレベルも上がってると。中継現地玉。さあ、ボーナスチャンスです。何が出るか。またこれか、ジバーニャン。成功してよ、ドンヨリーヌ。いつも外れじゃん。これ、大当たりパターンだとどうなるんだろうね。ドンヨリーヌが優勝したのかな。よし、ここ開けてみようか。この先にワカメとか売ってんのかな。失礼します。妖怪ウォッチが入れないと。つかめない。あ、こっちなんかいる。あ、ワカメさんがいいんじゃん。え、これどうやって行くんだろう。調べられない。裏から行くのかな。あー、なんかキャラが変わったんだけど俺が目を離した瞬間にキャラが変わった。え、この先なんだろう。妖怪しかいないけどね。店があるって言ってたけど、ガセ情報かな。
でも C ランク以上の妖怪がたくさんいるんだろうね。強そう。あ、なんでこいつ初めて見た。ケツになんかあのズッコンバッコンが入ってるよ。なんだっけズッコンバッコンって なんだっけ名前。スッポンだっけ。なんだっけこれスッポンバッコンっていうやつ。名前忘れちゃった。とりあえず仲間にしていこうか。思い出すっぽんだって。思い出してくれるのかな。そば、そばが好き。そばなんてあったっけ。そばそば牛すじではないだろうし、そばはちょっと持ってないな。今回新しくできたやつか。せっかくだから狙っていく、ついていこうぜ。これで仲間になりやすくなる時があるからね。いいぞ、仲間確率アップ。いいじゃない。取り付いてる時しかつつけないからな。ウニも仲間に。ウニは何これ。ああ倒しちゃったか。まあ仕方ない仕方ない。先にこいつから倒すかね。そばかすっぽん。すっぽんうっせえな。回復するタイプなのね。硬いし。いいぞウィスニャン。技使っちゃうか。よいしょ。硬いから長期戦になっちゃうな。しかもスピード速いし。やっぱ強くなってんないきなり妖怪が。いいぞ、どんどん呪っていけ。チャージ完了。ジバニャン守りが当たるんだからね。そこでぶち込んでやろうぜ。ニャン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 。強えな。ああ倒しちゃった左側も。オッケーオッケー。さあどうでしょう。多分仲間にはならないな。アビブさん効果もあるから結構いいような気もするけど、どうでしょう。おお来た。やったぜ、さすがアビブさん。倒した思い出すっぽんが近づいてきた。思い出したわい。君と友達になりたかったんじゃ。あ、そうなんだ。思い出すっぽんと友達がなります。よろしくお願いします。思い出すっぽん、思い出すっぽん。じゃあニックネームつけます。じゃあ絶輪バッコンで。やっぱスッポンといったら絶輪効果だし、あのズッコンバッコンがすごい気に入ったんで、ズッコンバッコン、絶輪バッコンにしました。よろしくお願いします。いいんじゃない。絶輪バッコン、あとで鍋にして食べよう、うん、いいね。あ、妖怪大臣登録します。この位置ね。ニョロロンだっけ水色は。よし、封印を解く鍵ではないのか。なるほどなるほど、いいんじゃない。あ、でもアイテム、ワカメないじゃん。なんかワカメ売ってるとか言ってたけど、俺の勘違いだったもしかして。あ、守りのお札だって。大したものなかったね。よっしゃ、開けよう。人魚さん会えるかな。ワーチ、いいんじゃない。可愛いといいな。あ、結構広い感じもしかして。あ、ダンジョン系か。ちょっと頑張っていこう。お、ふむ、何やら怪しい気配をビンビンしますよ。アブくん、この辺りで妖怪レンズ使ってみましょう。この石かな。これなんか怪しくない。お、あった。あー、またこれか。Q、 わかんないよ新しい妖怪の名前は。ファンに出てくるやつだったら大体想像はつくけどね。謎の立て札を見つけた。これどうやってさあわかるんだろうね。八方初見の人は。海藻パワーで元気、名物ワカメ温度、昆布さんをライバル視。これはワカメくんだよね完全に。ワカメくん、マミムメ、ワカメくん、これでいいんじゃない。どうでしょう。てん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 、きたー。さすが、きた。こいつを仲間にすればいいのね。昆布さんは仲間に入れたけど、ワカメさんはまだだからな。じゃあワカメさん捕まえてこようか。お、来た。やっと来たよ。ワカメくん倒した。ワカメ温度好き？好きなら一緒に踊ろうよ。なんだろう、ワカメは妖怪ウォッチのアニメのエンディングになってんのかな。とりあえず仲間になります。ワカメくん、はい、じゃあニックネームつけます。じゃあ、はい、じゃあ磯野でよろしくお願いします。決定で。まあどうせ使わないだろうしね。はい、磯野と呼ぶことにしました。まあでもさ、専用装備持ってるから強くなることは強くなるんだろうけど、どうせ最後まで使わないだろうしね。よし、妖怪サークルにワカメくんを呼び出すと何かが起きそうだ。呼び出してください。呼び出します。はい、一見召喚。俺の友達出てこい、ワカメくん。妖怪メダルセットオン。ガチャ。おお、演出はないんだね、うん、出てきた。妖怪サークルにワカメくんを呼び出した。どうなんのこれで。僕と一緒にワカメ温度を踊ろうよ。絶対やだ。でっていう。あ、それそれ、ワカメ温度で下げ下げ、あげあげじゃないんだ。下げ下げしちゃっていいの。おお、なんかすげえ水が引いてる。あ、これでいけるようになったってことね、この辺の通路が。なるほど、
じゃあこれで奥に進めるようになったと。じゃあ結構長いダンジョンなのかな、ここら辺は。あれ、いけない、ここ。お、なんか反応してる。どこだ、ここら辺の奥。これ登ったあたりかな。なんかいるね、ここ。どれだ、どっちだ、こっちかな。あ、いた。あ、また Q なんだけど。めちゃめちゃいるじゃん。すげえ仲間に入れないといけないんだね。うわ、大変だわ。今度何？メカブちゃんとかかな？昆布くんとか？なんでしょう？お！活力エキスで元気、昆布でマンボ、ワカメくんをライバルし。じゃ、昆布くんだね。昆布くんはもう仲間に入れてるんで大丈夫です。昆布くん。昆布くんで。オッケー。これぐらい簡単だったらいいんだけどね。昆布でマンボ、昆布くんじゃないの？昆布ちゃんだっけ？あれ？はい、昆布さんでした。さん付けしろよ、デコスケ野郎ってことで。じゃあ昆布さんでいきます。はーい、これでどうでしょう？いいでしょう。昆布さんとワカメくんはライバルなんだね。オッケー。ちょっとメカブちゃんも仲間に入れないと厳しそうだね、これは。メカブちゃんまだ仲間に入れてないからな。仲間にしとこうか。よし、じゃあ呼び出します。さあ来い。なんか人魚だけすげえ大変なんだけど、クエストが。なんでだろう。まあいいや。人魚が一番強いのかね。頼むぜ、昆布さん。さあ、昆布さんを使うとどうなるんだろう。ワン、ツー、スリー？はい、レッツアップ。あ、これでまた上がるってこと？あー、なるほど、沈んじゃったってわけか。じゃあ、宝箱とか取り損ねてるかもしれない。大丈夫かな？あ、また来た。こいつはもう仲間に入れたな。お、エビチリ、こんなところに。美味しそう。また反応してる。今度またメカブちゃんだろうな。仲間に入れなきゃダメか、やっぱり。くそー。メカブちゃん以外は多分ほとんど仲間に入れたと思うけど。さあ、どうでしょう。謎の盾札。頼むぜ。どうですか？よいしょ。お、ワカメくんに好かれている。昆布さんに好かれている。どっちにも興味がない。なるほど、三角関係なんだ。でもメカブちゃんはどっちも好きではないと。なるほど。じゃあ、メカブチアン。オッケー。さあ、どうでしょう。多分、ちゃんであってたと思うけど。メカブちゃん、やったぜ。はい、じゃあちょっと仲間入れてきます。まだ大変だね、これ仲間入れ。もうカップラーメンがねえからな。仲間になるかな。オッケー。捕まえたぜ。じゃあ行きましょうか。わあ、もう大変だったわ。これ、アビブさんいなかったらもっと大変だったんだろうね。出てこい、メカブちゃん。友達になりたてのメカブちゃん。オッケー。暴力で訴えて友達にしたメカブちゃん。オッケー、いいぞ。よし、私のダンスは誰にも止められないわよ。よし、ジバニャン100列日給だ。息の根を止めてしまえ。よし、まあ、上げて、下げ下げダンス。今度は下げるんだ。上げて、下げて、上げて。もういないよね。3匹までだよね、確か。このメカブシリーズは。多分いないと思うけど。あ、めっちゃできるわ。お、ラストっぽいね、ここ。来た来た来た！あー、いた！うっす！ほっそ！これが人魚さん？首から下が魚なの？全然想像してたのと違うんだけど。可愛くない。ふふふ、ここは私にお任せあれ、石化時計。あん？誰だ？誰かいるとか。まさかボス？マジかよ。にゃんか近づいてくるにゃん。揚力回復してないのにめっちゃ強さの来た。人魚に手出すやつは、この大航海船長様が許さねえと。大航海強そう。人魚は俺様のお嫁さんだ。誰にも渡せねえど。そんな石がお嫁さんなんてはさ、悲しすぎるじゃん。何もできないじゃん。めでるしかできないよ。そんなんでもいいの？にゃ、お嫁さん。自慢じゃねえが、その昔、俺様は人魚に一目惚れしちまって、何ヶ月も漂流したり、何度も船を沈めたり、よく航海したもんだ。あの頃は俺様にとっては、まさに大航海時代ってやつよ。自慢になってないね。なんだこいつは。うるせえ。男は航海っつう海を乗り越えて初めて一人前になる。まあ確かにね。それで挫折を味わってこそ人間っつうのは成長するものだからね。それはあると思う。おめえらにも航海してもらうぞ。俺様にボコボコにされた後でな。俺ら何もしてないのに。痛い痛い、そんなんでやったら潰れるって。強そう。大丈夫かな。大航海船長だって。戦ってきます。揚力がやべえんだよな。クリッチー。あ、でもそんな強くないかもしんない。あ、ダメージめっちゃ受けんじゃん。いいね。
あー、全体攻撃か。きついわそれ。めっちゃダメージ受けるし、回復が間に合わねえぞこれ。大丈夫か。それじゃあちょっと使っちゃおう。ふみおちゃん、ふみおちゃんでビンタしようぜ。ビンタ必殺技キャンセルしやすくなるよねこれ。やべえ、ふみおちゃん死ぬじゃん。4回、なんでなんで、ちょっと待って、まずい。ふみおちゃーん、一足遅かった。まあ仕方ない、漢方使います。漢方ねえからな、攻撃力高いな。いかんせん防御が弱いんだよね俺ら。こいつで高木さんは防御力アップさせてね、確か。わっせ、高木さんの防御力でもそんなにダメージ受けんのか、きついな。ウィスニアのイカつきが相性良さそうこれ。いいぞいいぞ、いけ、ヒトギトウォール。うわすげえ、友達になりたくね。いくぞ、今までのダメージを100番返し、一級してやろうぜ。なんかやってきた。メンバーサークル勝手に回される。回されないよ。え、めっちゃ回されたんだけど。え、高木さんの能力で回されないじゃないのこれ。なんで回されてんだよ。まあいいや、100番返しに一級走るぜ。あの多分重かじを壊せば回されなくて済むはず。技を発動していくぜ。いけ、キシリトール。お前の技は強い。大航海クルーズだって。怖っ。これはこの3人でいいかな。いや、高木さんこの3人にしよう。あ、回せないの。あ、回せるか、よかった。この3人で迎えようと。あ、技キャンセル。なんで、見たかったのに。高木さんやべえな。ちょっと HP 回復かけて、バックロバート反対側にいるからね。じゃあリンゴ飴でいいかな。リンゴ飴いけ。高木さん、これ以上頭部を摂取したら糖尿病になりそう。逆にダメージを受けそう。この3人は強いぞお前。絶対勝てないぞ君だったら。いけいけ、強い。あ、ミスミス。ちょ、技出してくんないかな。サムネ用にしたいんで。サムネ用にしたいんで技出してくんない。倒しちゃうぞこのままだと。ちょっとあまり威力が高くない3人にしよう。で回復させて、おい使えよこの野郎、サムネ用にさせてよ。大公開なんとか。うわ強い、回復の術。いいぞいいぞ。お、来た、狙いまーす。よっ、早い。ほっ、やばい、よいしょ、来た、お金。あ、またそうやって使う。これやってる時に多分ね、膝立ち使うと思うんだけど、もう多分倒しちゃうよねこれ。めっちゃ回されるこいつ。よいしょ、いけ、煉獄。強い、全然余裕だったね。ういっすー。ちょっとレベル上げすぎたのかな。あれメカブちゃんとか仲間入れるときめっちゃ戦ったからさ、それでめっちゃレベル上がっちゃったしね。まあ仕方ない仕方ない。経験値1000、いいね。なんかアイテムは鉄壁の守り。お金めっちゃもらえるじゃん。あ、フミオちゃんが進化する。フミオちゃん何になるの。進化させます。若返るのかな、もしかして。どうしたの、第二の人生歩もうとしてんの。ババーンだって。え、癒し系の要素が全くないんだけど。え、どうしよう。じゃあサチエかっこメスで。これだけねヒップホップな感じになっちゃうと、フミオちゃんっていうよりもサチオちゃんの方がしっくりくるんで、サチオちゃんでいきます。はい、決定で、よろしくお願いします。え、強いのかなサチエちゃん、どうなんだろう。進化するんだね。前回で、前作でもこれあった。お、しかも封印を解く鍵。バクロバ大活躍じゃないですかマジで。やったぜ。さ、どうでしょう。もう倒した。はあ、やっとこれで人魚の呪いが解けるにゃんね。よし、じゃあ回復させよう。お、え、では行きますよ、敵が解ける。もういちいちやんなくていいからさ。かけて、はい、よいしょ。いいね、すげえ後ろの羽衣みたいなの折れそうだけど、60年もよく折れずに済んだね。あ、可愛いんじゃないこれ、どう。お、人魚の呪いが解け、元の姿に戻った。どんな感じ、顔見して顔。グッジャーブ、素晴らしい劇目です。お、わわ、あ、可愛い。あら、あなたたち誰なの。実は俺たちカクカクシカジカで、ウィスパーが本当に邪魔くさいというか、なんか最近調子に乗ってるというか、そういう感じなんです、シカジカ。はい。というわけなんだ。ケイゾウ、頑固なところ、いきなり肩から来たから、なんだろう、片言になったのかと思った。ケイゾウ、頑固なところは相変わらずね、ほんと、世話が焼けるやつなんだから。わかった、ケイゾウのためだけ、ためだもの、私も力になって、あ、げる。なんだろう、ちょっとビッチっぽいのかな、やだな、それ。わ、ほい。お、メタトロン。いいぞ。どんどん友達になってるね。あ、めっちゃ可愛いじゃん。人魚。人魚。自分のこと人魚って言わないで。こんにちはぐらい言ってあげて。ニックネームつけます。じゃあ、かきたれで。よろしくお願いします。最悪だわな。はい、お願いします。A ランクかな、この子は。ニョロロンなんだ。どこがニョロロンしてんだろう。
お、しかも封印を解く鍵。めっちゃ封印解かれるわ。やばいわ。強かったら仲間に入れたいけど。私の力がいるときはいつでも呼んでね。あ、じゃあ主に夜にね。いやー、人形を無事に助け出せてよかったですに。あん、残り1匹だよ。よし、頑張ろうぜ。発見人形バッチリ解決。イエイエイ。ウィス。お見事。お見事。さあ、経験値は？おお、まあまあだね。ボーナスチャンス来い。お、月光の指輪か、運命の指輪。運命を信じるほどパワーアップする。はあ。余力が上がる代わりに守りか素早さを犠牲にすると。どっちもね、新しく手に入るやつだから、守りはきつい。素早さの方かな。運命の指輪で。お願いします。よし。さあ、ボーナスチャンス。大当たり。大当たり。あ、コマさん。あ。外れ。俺、これ初めて見たかもしれない。これ、ワンでもムービーあったけどね。外れバージョンは見たことないかもしれないね。オッケー。ちょっと見てみようか。妖怪メダルで、控えのメダル。あ、D ランクなのか、キタレ。神秘の鱗、敵の取り付けが効かない。あ、強い。なぎさの灰からウェーブ。なぎさに打ち付ける。波を呼び出し、敵全体をお見舞いする。敵全体か。取り付かれた妖怪は体がビッチとなり、ピチピチだ。ピチピチと分からない。HP が少しずつ回復する。あ、いいね。リジェネか。強い強い。サチエちゃんは B ランクになってる。お世話でしょ。大音量ババーン。なぜかスピーカーを投げ捨て敵をビンタする。何のために持ってんの。敵の必殺技をキャンセルしやすい。あ、その効果はまだついてるんだ。強い強い強い。でも威力がめっちゃ上がってるんだね。いいね。なるほど、技見てみたいな。で、もうどうせヒラヒラボディとかいろいろね。そう、なんだっけ、古典妖怪見てみたい。仲間に入れた。どこだ。化け物じゃなくて結構前だよね。どこだどこだ。あ、シダックスあった。E ランクなの？え、めっちゃ弱いじゃん。カラカサシールド。ガード中すべての妖術を跳ね返す。強っ。カラカスラ、カラッカゼ。古典妖怪特有のカラッとした風を起こし、敵全体にダメージを与える。古典妖怪特有なんだ。関係あんのかね。なんで優作だけ A ランクなんだろう。ということは、こいつら進化するのかな、もしかしたら。進化するから E ランクとか？そういう感じかね。なるほどね。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回残りの1匹、九段だっけ？を見つけたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。